第1レーン日本ユース準優勝田中由美さん阪大一高大阪。第2レーン北関東インターハイチャンピオン川上風花さん昌平高校埼玉。第3レーン中国インターハイ準優勝伊藤里乃さん最強高校山口。第4レーン近畿インターハイ第3位岡本風花さん元国高校京都。第5レーン広島インターハイ第3位山本香織さん神田部朝日高校広島。第6レーン山梨インターハイ日本ジュニア 100m ハードル 400m ハードルチャンピオンケンプヒル・メンさん京都文京高校京都。第7レーン山梨インターハイ準優勝小林さやかさん安城学園高校愛知。第8レーン400m ハードル山梨インターハイ日本ユース国体少年女子 A チャンピオン荒島由里さん倉敷中央高校岡山。以上8名の出場です。ただいま判定中です。この後の正式結果